皆さんこんにちは、今日は大津彩香投手の尖閣諸島開拓の日挨拶文を読んで大丈夫かなと思ったということでお話ししようと思います。本日ですね、令和6年1月14日、民族党のホームページで、尖閣諸島開拓の日式典挨拶についてと題する文書が、公表されました。で、短い内容で、本日本島の明戸良太幹事は党首代理として石垣市民会館にて開催された尖閣諸島開拓の日の式典に出席し以下のご挨拶をさせていただきました。あって、PDF が添付されているということになります。その、PDF を、コピペしたのが、こちらになります。途中までですけどね、そのままコピペしました。で、この挨拶文ですよね、本日この尊い日にお招きいただき深く感謝の意を表します。尖閣諸島の歴史とその勇敢な開拓者たちの精神を称える今日は我々日本人にとって非常に特別な意味を持つ日でありますというふうにね、出だしはなかなかね、いい感じで、の出だしになっていると思うんですよね。で、その次ですよね、次、ここからになります。長い歴史を通じて尖閣諸島は我が国の領土として存在してきました。過去の文献にその名が見られることからもこれらの島々が日本の歴史と文化に深く根ざしていることは明らかであり、我々はこの長い歴史に基づき尖閣諸島に対する中国からの不当な領土要求に断固として反対いたしますっていうふうにね、書いてるんですよね。で、まずこの、四角い印をつけておいたんですけど、長い歴史を通じて日本の歴史と文化に深く根ざしているこの長い歴史に基づきということで、長い歴史っていうのをね、繰り返してるんですよね。で、私はですね、そんなに長いかなって思ったんですよね。時系列を確認すると、明治28年、西暦1895年に、閣議決定で、編入したっていうね、日本の領土に編入したっていうことになります。で、それまでは無主地、つまりどこの国にも属していない土地だったんですよね。日本の領にも属していなかったっていうことになります。というわけで、日本の領土になって129年なんですよね。日本の長い長い歴史の中では、私の感覚では比較的最近の出来事みたいなね、感じがあったので、と思ったんですよね。ただ129年、100年超えてるから長いんだっていう、言うことも可能だと思うので、間違いだとは断言はできないんですけど、私の感覚的にはそんなに長いかなというふうに思いました。で、もう一つですね、ここですよね、過去の文献にその名が見られることからもってあるんですよね。で、実は文献に載っているのは中国の方なんですよね。こちら、明の時代の書物、1534年と、1562年の書物に出てくるっていうことなんですよね、載ってるんですよね。その明の次の清の時代の書物にも、載ってるようです。というわけで、過去の文献が根拠なら、いやいや、うちの方が早いからっていう、中国の領土だよっていうね、中華人民共和国とかが、突っ込んできそうな、書き方になってるような気がしました。じゃあ、そんなにね、だから300年以上早く中国の文献に載ってるなら、なんで日本の領土なのっていうね、そういう疑問を感じる方もいると思うので、ちょっとね、思い出した論文があるので引用します。木村正明教授の
地域共同体と国家、ヨーロッパと東アジアというのからの引用になります。また近年にわかに波風が立ち始めた尖閣諸島の領有権をめぐる我が国との争いに際して中国が取っている堅くなで高圧的な態度も現代の国際的な慣行から見て不可解なものである。しかも中国の領有権の主張がこの島嶼付近の海底に豊富な石油の埋蔵が確認された後の1971年のことであり、それ以前の台湾、中国で刊行されたいずれの地図でもこれらの島々を琉球群島の一部としていることは中国側の主張にとって決定的なマイナス要件である。さらに中国が自らの主張の根拠とする明清代の歴史書の記述は朝貢国琉球への作法施設が魚釣り島などを航海の目印としていたという程度の根拠薄弱なものであるっていうふうにまあ論じてるんですよね。というわけで、まあ、なんで日本の領土なのかっていうと、明治28年に、国際法にのっとって、編入をしたから日本の領土になったっていうことになります。でまあ、それより古い、明とか清の時代の書物は航海の目印として あるなっていう感じで、だけのだから領有の根拠とはならない、ものである、根拠薄弱なものであるっていうことになるんですよね。でまあ逆にそんなに書物が根拠ならば、だから台湾中華人民共和国で刊行されたいずれの地図でも、だから琉球群島の一部、沖縄の一部だとしているっていうことになるんですよね。だから、日本の領土にしていたっていうことになるんですよね。まあその米軍施政下の時代だったら、まあその米軍から返還されて、まあどっちにしろ日本になってるから、まあ、日本の領土だと認めていたっていうことになる、まあ何よりの証拠になります。で主張の時期からして海底資源目当ての嘘だっていうね、ことは明らかであるっていうことになります。というわけで、まあ、以上から日本の領土であるっていう、まあ、ことになるっていうことになります。で、まあこちらの、木村正明教授の論文は、ネット上で、誰でも無料でダウンロードできるので、概要欄にリンクを貼っておきます。というわけで、まあ、この挨拶文を読んで、まあ、なんかはっきりとは言えないんですけど、なんか雰囲気的に、まあ、他の島と間違ってるんじゃないかなとか、まあ、なんか調査不足なんじゃないかなというふうな印象を受けました。まあ、この、まあ、挨拶文の内容なんですけど、まあ領土について、次世代の理解を次世代彼らの理解を深めることもまた重要な取り組みであると考えますというね、まあ、非常に素晴らしい内容になっているので、まあ、ぜひね、そういう取り組みを実現していただきたいなというふうに思います。ではご視聴ありがとうございました。